こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です、えー、自由人も憧れる旅人という職業で稼ぐ方法、ね、雇われない時間の自由仕事に追われない行きたい国に自由に移動すると、まあ、旅人が職業、まあ、これね、えー、私も理想形というか憧れですね、えー、結構ね自由人とか優雅ですねと私自身も言われますけど、まあ、それでもね 旅して稼げたらもっと面白いだろうなとねいうのは思いますで。今ね、オーストラリアにいるわけですし、まあ、去年はアメリカに2ヶ月間行ってきて、まあ、今後もね、世界いろんな国に行くんで、まあ、これちょっとね、えー、面白そうなこと書いてる人がいるなと思って、まあ、ちょっと情報チェックしてね、電子書籍を売ってたんで買ってみました。で、いくら稼げるか、ねあの世界一周でね、 インドや南米とか物価安いところじゃなくて、えー、ヨーロッパとかアメリカにも行ってるんで、えー、そうするとね、えー、まあ、悪くても月200万ぐらいは稼がないと厳しいんだろうなと思ってね、後の方の、まあ、販売ページじゃなくて、後の方を見たらね、えー、ドンピシャで年間2400万ぐらい稼いでると、えー、なってました。で、この職業旅人になれる人、まあ、旅が好きな人と、あるいは旅に憧れてる人、であとはね、文字が書ければいいですと。 いうようなことなんですけど、まあね、見てみたら、まあ書籍自体は結構安いんで、えー、買っていました。まあ買う前にね、この感想をちょっと読んだんですけど、まあ2ヶ月で稼げるようになったと、ね、旅で稼ぐこと、ためにやるべきことが分かった。ね、この電子書籍に出会えてよかった。衝撃が大きすぎて世界に困りましたとかね、あるいは具体的にね、えー、3ヶ月目で収入5000円と、で その後、4ヶ月で2万6千円。4ヶ月目で12万。そろそろ、8ヶ月目か、12万と。会社を辞めましたと。リアルタイムでこうね、書いてあって、18ヶ月目で36万円と。もう、ここまで具体的にね、書いてる人もいたんで、これ面白そうだなと思って買いました。でね、どういう職業なのかなと。これね、かなり何をやるかをね、 えー、伏せてるんですけど途中で突如ね、えー、伏せなくなってますで先ほども言いましたけどねそのどういう仕事かとか書いてあるのを見たら、まあ、4年目今4年目なんですけど月180から220万プラスアルファの利益と、ね、年間に1400万ぐらい稼いでるで1日のスケジュールはね、えーまあ、プーケット滞在中き、まあ、綺麗な写真が載ってますけど、えー、9時に起きて子供に勉強して10時から1時から 朝食とライティング開始。おや、ね、職業伏せてたんじゃないのかなと思うんですけど、職業じゃないや、やること伏せてたんじゃないかなと思うんですけど、この一日何をやってるってとこでですね、まあ、ほぼネタばらしになってますね。で、午後1時からね、えーまあ、街を散策、ね、面白い人がいないか意識しながら、えー、昼間は思いっきり遊びますと。ね、で、えー、毎日楽しいこと探し。ね、で、 人間ウォッチや食べ歩き待ち散策なんかもより多くの稼ぎになります。日中はメモと鉛筆を持ち歩いてその時思ったことを簡単にメモしておきます。翌日のアイティングが楽になります。夕方、サンセットを見て仕事終了。夜は基本的にフリーでレストランで乾杯してるといいですね。で、休日は、ね、平日働いて土日を休日としてると。ね、ハンモックに揺られて一日を過ごすのが一番好き。 まあこの職業に興味のある人は今すぐ参加してくださいということなんですけどまあねどういう仕事かもうちょっと具体的にねえ帰っちゃってももうバレてるのにいいのになって気するんですけどまあ一応ね著者の方がねネタバレになるんで伏せてるつもりのようなんでまああえて言いませんけどまあこれに特典を私独自の特典をつけますで特典の内容はですね この、えー、電子書籍の目次から、ね、ステップ7まであるんですけど、それに対してのね、えー、解説及びサポートをつけます、ねあのー。細かいサポートじゃないです。ただね、えー、どう考えてもね、えー、この方は、えー、非常にインターネットに詳しい方のようで、えー、おそらく初心者の、えー、どこでつまずくかっていうのをね、 すごすぎてあまり理解できてない節が感じられましただからそこをね、えー、そのつまずかないようにするような、えー、ちょっとしたお手伝いのサポートをつけますでそれとね、えー、サポートがとかステップメールねそれを私が読んであこれは初心者の人これ多分分かんねえだろうなと思うところをね解決する、えー、サポートをつけます、えー、それからね、えー、書いてある内容で私の専門分野が出てくるんでね その部分で、えー、まあ、結構細かいマニュアル、リクエストがあれば作ります。こういう質問ないですかと、ねあの、大抵この辺でつまずくんですけど、こういう質問ないですかっていうのを書いて、そのマニュアルというか、コツをちょっと、えー、より深掘りしてというかね、えー、親切にというか、えー、解説をします。あとこの 電子書籍には全く出てこない話があるんですけど全く出てこない話でね初めに種線作るならやった方がいいのになというのもあるんでその方法も電子書籍で入れてきますでね何しろねその得点をあらかじめ言っちゃうとね何をやるかのネタバラシになっちゃうんでこの得点の言い方も苦労したんですけどネタバラシができなくてね得点あと得点何かなと言ったらねもう返金保証をつけしちゃいます この書籍はね、私には役に立ちました、ねえー。結構高額なことを払って覚えようとしたことが、えー、全然役に立たなかったというのがね、今までにあったんですけど、これ読んでたらね、えー、もうずばりコツが分かって、えー、つまずかったなかったのになというぐらい、えー、確信をついてましたし初心。初心者向けにね、細かいことは書いてないんですけど、逆に、えー 稼ぐのが難しいことをどうやって稼ぐか、まあ、言われてみりゃそうなんですけど、コロンブスの卵でね、盲点で気づかなかったことに気づかせてもらったんで、それがすごい役に立ちました。で逆にその解説等がね、えー、他の人に稼いでもらうのにも役立つんじゃないかなと思って、今回この電子書籍の紹介と、えー、勝手につける特典というのをつけてます。でね、要注意なんですけど、これね、販売者は返金保証つけてないんだよね。 お金を返すって言ってましたよねっていう、えー、勘違いをしないでください、えー。販売者はまず返金保証はつけてません。えー、秘密のノウハウなんでということなんでね、読んでから返金なんてとんでもないと言うと思います。ただ私はね、えーまあ、この電子書籍に私のノウハウがあれば、まあ、電子書籍代は100%回収可能だとの自信があるんで、返金保証をお付けします。で、私のサポートを受けてるね、バ、えー天アカデミーの会員さん、興味があれば、 買ってて読んでみてくださいで別に、あの実に役に立たなかったじゃないですか、堀さんと言ってもらえばね、えもしその場合には、えー、返金します。電子書籍代100%返金します。それから、昔ね、ね以前、もうだいぶ前でも構わないです。私のサポートを受けた会員さんとか、アマゾン輸出マニュアル、あるいはね、昔輸入マニュアルも書いてましたからね、その輸入マニュアルなんかを書いた方は、えー 返金しろと言ってもらえばね、50%、電子書籍代の50%を返金します。で、どちらにも該当しない方はね、返金保証はありません。過去に私のマニュアル買ったり、サポート受けてる人以外は返金保証なしと。その場合は、この電子書籍の案内やね、あるいは私の動画なんか見てる方は、まあ私が あの会員に返金保証つけてんだったら、そら確実に損はしないんだろうと思った場合に、えー、買っていただければと思います。あの稼ぐために何が必要かね、えー、どういうことをやってると稼げてても稼げなくなっちゃうか、えー、その2つがね、すごい分かりやすかったんで、えー、気に入りましたで。ボリュームはね、読もうと思えば、えー、2時間もかからず読める量なんで、それも良かったですね。よくね、PDF とかでね、何百ページとかあってね、 もう読むのが嫌になっちゃうのありますけど、そうじゃなくて、えー、短い文章ですけど、まあ、確信がわかると。ね、短すぎて確信がわかんない場合もあると思うんで、それをに私の解説をお付けしています。特典はね、えー、私の偏見保証以外の特典はね、私のサポートを受けたことのない人でも付けますので、えー、このメールマガに、ねえー、メールアドレスのお名前とお住まいの場所、 都道府県って書いてありますけど海外だったら海外でね、えー、バンコクなりロサンゼルスなりシドニーと書いて登録してください。で、えー、登録、このメルマが登録してから買うまではね、別に時間は長くてもいいです。ただ、えー、購入して、購入しましたよという連絡をね、えー、購入後3日以内にしてください。特典希望ですと。で、えー、この購入の連絡がある前にですね、 えー、電子書籍の著者から何か勝手なことしてんだというクレームがついた場合にはね、特、え、典、ー、はつけません。ただ、えー、それ以前に買ってね、お知らせいただいてた分については、えー、別に著者がやめてくれって言ってもね、返金保証も私のサポートもつけますんで、えー、まあ、ね、あまり例のない話なんで、えー、気になる方は早めに買って、買ったよ、買ったよという連絡をしていただければと思います。でね この今すぐ参加するを押していただいて、このページでね、まあ内容をよく確認していただいて、こちらにご記入ください。何しろね、私の、私のサポートを受けてる方でも、友達でもね、知り合いでもないんで、いつこの特典をね、やめてくれと言われることになるかもしれませんので、 その点をご了承の上、えー、お申し込みいただければと思います。えー、購入した後ね、ね、えー、もう連絡いただいた後は、私の特典はお付けしますんで、えー、ご安心ください。以上、職業旅人、どうやって稼ぐのかね、なかなか面白い商材だったんで、シェアさせていただきました。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。